はい、皆さんこんにちは、大阪です。今日は緊急でカメラを回させていただいております。バリ島国際線5月再開っていうニュースが出てきましたので、皆さんにお伝えしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。この動画はバリ島に住みたくなっちゃうような情報を提供したいと思っております。チャンネルを登録よろしくお願いします。はい、4月29日付バリポスト .com、 こちらね、紙の新聞もあるぐらいの、有名なメディアなんですけれども、こちらで、4月29日に、報道されました。内容をそれでは説明していきたいと思います。2021年5月4日にバリ島ウンガライ空港の GM は国際線の再開を正式に発表しました。ね、これなんですけども、やっぱりね、インドネシアといえば正式な発表は紙で発行されるんですね。こちらも紙で発行されております。バリ島へ最初の直行便として許可されたのはシンガポール航空です。はい、まあ、ここからがポイントなんですけれども、はい、ニュースの内容なんですけれども、電波サールクラスポートヘルスオフィス KKP 責任者ジェフリー・ハスルンガン・シトルスはシンガポール航空はビジネスビザを持っている方のみを対象としていると語ったとなっております。はい、条件はやっぱりあります。はい、はい、出発前 3×24 時間以内の PCR 陰性証明、 PCR 検査陰性証明になります。で、そして到着後もう一度 PCR 検査を行って、そこから隔離生活がスタートします。で、さらにPCR 検査をもう1回して最終日をね、迎えるっていう形になります。じゃあ、バリ島での隔離生活、隔離の内容というのはどういう内容になるんだっていうところをお話ししていきたいと思います。すでに有名なね、ホテルなどもね、隔離対象のホテルとしてリストアップされてます。なのでね、対象ホテルが結構ね、あるようなので、そちらに関して言うとホテルを選べる状態にあるんじゃないかなと思います。同じように今ジャカルタで現在隔離をして、5日間のね、隔離っていうのがあるんですけれども、そちらもホテルが選べる状況になっておりますので、はい、バリ島も選べるような形になるんじゃないかなと思われます。はい、で、バリ島、まあ、直行便になるので、例えば今回はシンガポールって限定されてるんですけれども、シンガポールのシンガポール航空で、バリ島に来た際に入国してすぐね、1回目の PCR 検査ってするんですけれども、そちらの場合、そちらがね、陰性だった場合ね、まあ、翌日とかにね、出ると思うんですけども、実質は、はい、部屋を出ることができて、ホテルの施設内で生活できます。ここすごいですよね。今までってホテルの部屋の中だけで隔離生活してたんですね。で、なおかつもっと踏み込んで言いますと、ホテルの再利用によってちょっとね、インドネシアらしく緩くね、運用されてた部分っていうのは正直あるんですよね。なので、今回はね、正式文書としてね、部屋を出ることができて、ホテルの施設内、例えばレストランとかもそうだと思いますし、バリ島であればね、ビーチとかプールとかね、利用できるような形になると思います。はい、さらに入国から2度目の PCR 検査で陰性だった場合は、政府指定のグリーンゾーンでの観光や仕事のミーティングともできるっていうことなんですね。
まあ、ここの部分なんですけれども、あの5日間の隔離終わったら、まあ、ホテルの外に出れますよと、ね、ホテルそのままあの長期同じホテルで長い間借りててもいいですし、また別のホテルに移動してもいいような気がするんですね。はい。で、そこで、の仕事や観光もできるってことなんですけども、例えば、このニュースを聞いて思ったことなんですけれども、短期のビジネスで滞在はグリーンゾーン内に限られてしまうようにも考えられるっていうことなんですね。うん。つまりですね、今グリーンゾーンの指定がある場所っていうのは、ヌサドゥア、サヌール、ウルドという3つの地域があの指定の対象になってるんですね。まあ、このグリーンゾーンっていうのは増やしていきますよってなってるんですけれども、デンパサールとかクタとかね、あの主要なね、南部のエリアっていうのは入ってなかったりするんですよね。うん。まあ、クタとかになると繁華街とかになってしまいますし、まあ、スミニャクとかもそうだと思うんですよね。まあ、そういったところに行かせないようにっていうところもあるとは思うんですよね。うん。夜のね、繁華街があるようなところは対象外にあえてしてるんだと思うんですけどもね。うん。で、そこの中だけで生活というか打ち合わせしたり、例えば他の地域に電波サールとかクタとかに住まれてる方がヌサドゥアに行って打ち合わせしますよとかね。で、外からね、来られてる方はヌサドゥアエリアで観光する。まあ、バリコレクションとかね、それくらいになるのかな。ヌサドゥアだと。まあ、他にもね、他のホテルに行ってみるっていうこともあるとは思うんですけれども。はい。うん。で、まあ、サヌールに泊まったらサヌールのね、ビーチとかね、サヌールの商店街とかはもう歩くことができるのかなっていうのも考えられます。で、その間のグリーンゾーン間の移動っていうのはどこまでチェックされるのかなっていう気もします。はい。ね、ここにも書いてますけれども、現実的には移動コントロールすることができるのかっていうところなんですよね。うん。新しくリリース予定のアプリも間に合うのかと。こちらのアプリには、例えば GPS が備わってるんじゃないかとか、あとですね、ワクチン証明、ワクチンパスポート的なものが、こちらに中に入ってるんじゃないかとか。で、あと今現存している e-hack っていうね、アプリもありますので、そちらにね、どこから来て、いつの便で来てとか、こう、個人のね、パーソナルデータを細かく入力するんですけれども、そちらとの兼ね合い、まあ新しくもう移行してしまうのか、うん。その辺のバランスはどうなっていくのかなと思いますね。うん。で、ね、実際ね、バリ島に入ってきたら、まあ、サヌールだけで、暮らすっていうと変なんですけども、サヌールだけとか、ヌサドゥアだけとか、ウブドだけっていうのはね、まあ、普段のね、生活してるっていうことで言うと、全然問題ないんですけれども、観光の感覚と、まあ、仕事の感覚で来たりすると、なかなか難しいんじゃないかなってちょっと思いますね。例えば、どこどこの会社を見に行きますよってなった時、そのグリーンゾーンの外の会社だったりしたら、行きづらいなと。行けないのかなとか、行けるのかなとか、その辺の具体的な運用というのはどうなってるのかっていうのはちょっと知りたい状況になっております。はい。で、さらにね、今回はシンガポール航空で来る方のみになってるんですけども、日本も対象になってくるのかなっていうのは気になってるんですよね。で、今回国際線再開しましたってなってるにもかかわらず、ガルーダって入ってきてないんですよね。インドネシアの航空会社なのにもかかわらず、ナショナルフラッグシップにもかかわらず、ね、ガルーダは入ってないんですよね。シンガポール一つだけ。で、だいたい週2回を目処に運航するみたいなんですよね。うん、ガルーダも入ってくれたら日本からバリ島に行って直行便もね、来れるようになってほしいなと思うんですけれども、今シンガポールの感染状況と日本の感染状況を比べると結構差がありますんでね。シンガポールの方はほぼ何ヶ月もゼロ人になってるはずなんですよね。
日本は、まあね、あの皆さんのご存知の通り、僕なんかよりも皆さんの方が詳しいような感染状況になっていると思います。そこと比べちゃうと、うん、日本とか他の国は遠いかななんてちょっと思ったりもしております。はい、どうなる2021年7月末観光再開に期待したいと思います。はい、もうこれを祈るしかないですよね。うん、どんな形であれ、例えばワクチンを必ず打たなきゃいけないって なる可能性も高いですし、それを理由に許容、観光再開の切り札としている国もたくさんあると思います。ね、今回のように特にワクチンっていう制限設けてなくても、相手の国のね、感染状況を鑑みて OK するっていうケースもありますので、うん、なんとかどうなるんでしょうか。うん、今後に期待したいと思います。はい、本日は以上となります。今日はね、緊急で動画を回させていただきましたけれども、これからもバリ島から最新情報をお届けしたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。